丸とかは基本うち置かないようにしてて、差し色で一色黄色入れてもいいかなと思って、ナウシカの地下室みたいなお部屋好きで憧れてて、玉垣美香と申します。仕事は映像ディレクターをしていて、 WebCM だったり YouTube 広告、なんかいろいろな映像媒体のものを作ってます。調子ます間取りは、1LDK プラス S、 ごちゃごちゃしたものはしまって、普段生活するところはちょっとなるべくものを少なくしてるつもりです。窓の奥がちょっと竹林になってるんですけど、そこが気に入ってるポイントで、前に住んでた家が結構向かいがあのお家とかで、結構なんか物音とかちょっと視線とかが気になったりしたので、建物がないっていうのがいいなっていうところですね。あと光がこう内側とこっち側から入ってきて結構明るいっていうところも気に入ってます。玉垣さんのお部屋のテーマは何ですか？はい、モダンな感じもありつつ、こうその中にもちょっと自然がある感じのお部屋になってて、で裏テーマで、あの私風の谷のナウシカが好きなんですけど、あのナウシカのなんか地下室みたいなお部屋がすごい好きで憧れてて、科学チックな花瓶とかインテリアとか物を置いたりして、ちょっとだけその要素を入れてます。では本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。床も白くて、ここの壁も真っ白だったんですけど、自分でちょっと貼ったり敷いたりして今こんな感じにしてます。床もあの楽天で買って友達と敷きました。1日ぐらいかかって、はい、床も白で真っ白だったんですけど、ヘリンボーンの床に憧れてたので、これもあの自分で貼って、でここも真っ白だったんですけど、締めたいなってことで黒にしたくて、マステを貼ってます。継ぎ目が分からないというよく見たらあるんですけど、まあ、よく見ないと分からないからいいかなっていう、葉巻が黒だったのでそれに合わせてちょっと入居する段階でもうプランを決めてって感じですね。はい、かなりグリーンが多いですよね、はい、この部屋は。はい、そうですね、あのこの部屋に引っ越してきてすごいハマってゼロからこんだけ増えましたで、なんかこの棚もめちゃくちゃ棚っていうか、本当は多分ベランダとか用のプランターラックなんですけど、窓の横幅に合わせてどうしても置きたくて、すごくいろいろ探して、仕事でデザインとか、まあ、レイアウトする時あるんですけど、やっぱその幅を揃えるっていうのもすごい、まあ、大事じゃないですか、うん、なのでまあ多分部屋もそうだと思ってて、なんか幅がちぐはぐだったらちょっといくら可愛くてもちょっと気持ち悪いなってなるので、まあ合わせるところは合わせるって感じでやってます。クールな部屋にしたかったので、ってなるとなんか丸いのを置くとちょっと可愛く見えちゃうので、丸系は避けて直線を多く置いてます。ソファーです。ほぼここにいます1日はい、色も絶対グレー系が合うなと思って、デザイン的にはあんまり色入れない方がいいんですけど、まあ、差し色で一色黄色入れてもいいかなと思って入れていい感じです。天井についてるのはプロジェクターになるんですかね、はい、あ、そうですね、あのポップインアラジンがついてます。時計を置いてないのでこれをつけっぱなしにしてますね。ネットフリックス見たり YouTube 見たりしてます。ここでやっぱここにテレビ置くとかなると、テレビ台とか置いて、で画面が黒い画面があってみたいなのがちょっとやっぱ生活感というか場所も取りますし、あまりここが広くないのでってなった時にめちゃくちゃいいなと思って、これはおすすめしてます友達にも。なるほど、うん、友達もなんか2人ぐらいお買い上げいただいて、はい、売り上げ実績が床の掃除はこの掃除機があの掃除してくれるんですけど、はい、それもあの家具を買う時にあの計算に入れてて、下通れるぐらいの高さの家具を買ってます。ベッドの下とかも入れるような感じにしてますね、うん、蛍光灯だと結構なんか目がパッチリしちゃうので、夜はこういう間接照明でしっとりって感じです。アレクサ、ただいま。こんな感じです。はい、おかえりって言ってくれます
全部もうスマート化しちゃってる感じ、はい、そうですね。なんか結構やっぱ間接照明が多いとつけたり消したりが大変なので、まとめてできるようにしてますね。こっちはすごいあれです、ね、ラボ感が。そうですね、ラボ感を出してます。こういう、これ普通に Amazon で買った普通のフラスコに入れてます。理科室とかに置いてあるやつですね、この辺のビーカーも理科室とかのやつ、でこれであの葉っぱを刺してたら根っこが生えてくるので、うん、これでこう増やすみたいな。この辺はナウシカに。そうですね、ナウシカだと思ってやってますね。やっぱこの二口コンロもあの家選んだ時のポイントで、茹でながら焼いたりとか、なんか結構その茹でながら系を作ることが多いので、で時にやっぱ一口だと茹でを待ってから焼いてってなるとすごい時間がかかっちゃうので、まあ、同時進行でできるっていうのがいいなっていうところですね。であとガスだとやっぱ火力があるので、なんか料理がちょっとクオリティが変わったりって感じですね。なんか多いじゃないですか、一口コンロでこの作業スペースもちっちゃいみたいな、もうこんなしかないっていうところが結構多いので、ここは結構広めなので良かったですね。食洗機を使い慣れてます。あ、そうですね、食洗機かなり使ってます。なんかこんな感じです。結構入りそうですね。そうですね、料理とかしてると洗い物増えるからちょっとめんどくさいなみたいな、はいはい、あると思うんですけど、それがなくなるのでなんか料理の幅も広がりますし、なんか自分の時間もあのいっぱい増えるので、やっぱこれはマジで買ってよかったですね。絶対分岐水洗がいいです。あの自動で水を、はいはい、あの送ってくれるやつ。ちょっと工事がいるんですけど、あのなんだっけな、みんなのマーケットとかで1万円ぐらいでしてくれますね、はいはい、一応その管理会社さんに確認してもらって、であの退去するときは原状復帰しないといけないので、また1万円かかるっていう感じではあるんですけど、でもそれでも全然価値はあるかなと思います。こちらは寝室になります。寝室はなんかどっちかというと白系というか、まあ、まんまのお部屋って感じですね。月とか星のモチーフが好きなので、こんな感じで、お画面越しだとよりめちゃくちゃ、はい、ああ月だ片側にカーテンが寄ってるのは何か意味があるんですか？あ、これが朝あの時間になったらカーテン開くようになってるんですけど、ここ頭にして寝てるのであまりこう眩しすぎたらちょっとイライラするので程よく程よく片側にしてます。自動で開くってことですね。あ、そうですね、自動で朝開きますね。夜こんな感じなんですけど、これが朝、朝こうやって開いて日の光で起きるみたい。でも顔は眩しすぎない。そうですね、眩しすぎないようにこっち側に寄せてるって感じです。なるほど、はい。なんかあんまりなんか様相は取り入れないすぎない方がいいかなと思ってて、なんか私が部屋作った時にやったのは、こういうお部屋がいいなっていうやつをなんかネットで見つけて3枚に絞って、その要素を取り入れるというか、あと色は使いすぎない方がよくって、まあ、黒とか白はベーシックカラーで、まあ、覗くとしても、まあ、色味のある色は、まあ、使っても3色までにしたら、あの、まあ、まとまりのいいインテリアというかお部屋とかになるかなと思います。本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。